はい、ユーデックスです。さあ皆さんね、もう本当にね、もう真夏が近いってこともあって、もう本当にね、気温もかなり急上昇して、熱中症にもね、気をつけなきゃいけないんですけど、今ね、ちょうどね、皆さんの住んでる地域も、梅雨のね、時期に入ってきたと思います。はい、で、この梅雨の時期ってね、こうボタニカルライフをする上で結構ね、まあ憂鬱になるというか、こう徒長をちょっとしてしまったりとか、まあ根腐れをしてしまったりとか、まあいろいろとね、気にかけることが多いんですけど、まあね、こういった梅雨の時期でもね、いろいろなね、多肉ライフがあるんですけど、まあ結構我が家では、何をしているかというと、もう発根です、発根。もうちょうどね、気温も下、最低気温も20度以上になって、でも上はね、もう30度近くなりました。もうなので、発根にはちょうどいい季節なんですね。ちょうどね、皆さんもご存知の通り、ネットとかね、そういった今 YouTube 先生でも、もうね、発根にはね、20度から25度が必要です、なんてことは言われてますけど、やはりね、こう、まあ一番安定した気温っていうことですよね。一番まあ人間の中でも比較的、まあ過ごしやすいと言われている、このね、20度から25度のこの間で、平均的に気温がね、あんまり変化がないところのこの季節が一番ちょうど発根にいいんですよね。でね、もう我が家ではもうバコンバコンを発根させてるんですけど、まあ、今回はそのね、発根がどんな感じでやってるかっていうのは、もう最初にね、お伝えをしますが、我が家での発根は、とにかくね、植物を発根させることは、とりあえず発根させるってことが大事なんですよね。で、その上で、その発根してから、どういった管理をしていくかっていうところもね、また含めて、今回はこの発根をね、どうしているかっていうところなんですけど、我が家では、水耕での発根をしています。もう本当に単純に、もうね、カプセルとか、今目の前にあるこういった、ちょっとしたもの、器とかそういったものにお水を入れて、そこにね、ポンと発根させたい植物を入れていくっていうことパターンです。で、これがね、一番発根、まあ、しやすいというか、もうこの時期は本当に、もう2、3日すれば簡単にどんどん発根することもできるし、いろいろとね、調子が崩しやすい、植物、こういった梅雨の時期とか、いろいろとちょっと心配だなって思ってる、崩してしまった植物とかも、こういったね、水耕栽培をすることで、いろいろとね、植物自体もいろいろなね、この植物との貯蓄ですよね、特に多肉植物とかは、貯蓄する機能を持っているので、自分でね、こういったお水の、調整をしてくれます。まあ、その上でね、こういった発根管理とかって、特に本当にこの時期はね、しやすいっていう、で、安定しているので、もう何もね、気兼ねなく、本当にこういった器に、ちょっとね、窓ベッドのところに置いたりとか、我が家では、北側のね、ところに台所があるんですけど、ちょうどね、台所の前にもね、ちょっとね、いろいろな、ちょっと置いて、物が置けるスペースがあって、で、ま、窓があります。なので、朝日がね、少し柔らかいね、光が入ったりとか、もう日中は完全に日陰になるんですけど、そういったね、安定した光もね、あるので、我が家ではそういった北側の台所に置いたりとか、まあね、そういった感じで、本当にね、いろいろと、ね、こう発根に必要な、そういった温度とか湿度とかね、そういったところも含めて、特に本当にね、何も気兼ねないのがこの時期です。まあ、なのでね、皆さんもいろいろなね、発根方法があると思います。まあ、土の中にね、ポンと置いとくだけでもう発根すると思いますし、最近ではね、いろいろとね、植物をやられている方とかは、こういったね、水苔を使っている方もいますよね。実は水苔って結構ね、熱帯植物やられている方、僕もね、ベゴニアとかアグラオネマとか、そういった熱帯植物を育てているので、もともとね、水苔を使うとかっていうのは慣れてました。あとはこういったビカクシダとかね、そういったシダ植物やられてる方は水苔を使ったりするっていうのはね、よく慣れてると思うんですけど、実は多肉植物とか、開根植物やられてる方って、実はね、この、水苔で発根するっていう発想はなかったりするんですけど、実は結構もうね、熱帯植物家の、ね、有名な方とかではね、もうよく NHK の某有名なね、あの番組に出てらっしゃる方とかは、もう YouTube とかでそういった水苔栽培をしたりとかね、発根とか、もうね、本当に何年も前から、そういったね、ことがあるんですけど、こうやって水苔でも発根できたりするし、まあそういった感じで、いろいろなね、発根っていうものがね、あります。で、我が家もね、今ね、これ今目の前にあるのは、結構ね、もう何回も前からの動画で投稿してるんですけど、ちょっとね、調子の悪くなったこのカスティラナイっていうのを、こういったね、発根とかではまたなくて、あくまでね、この、
根っこの様子を見るためにこれね今水耕栽培をしています。今ね新たに、ね、新しいもちろん根っこもちょっと生えてきました。もう本当にね早いのは2日とかでもうちょこんとねもう目に見えるぐらいの根っこが新しく出てます。でそういった、ね、根っこってねちょっと新鮮な色、まあ、黄色っぽかったり白っぽかったりするんですけど、まあ、そういった感じでね、我が家ではちょっと調子が崩した、ね、植物とか多肉植物とかを、まあ、こういった、ね、水耕栽培で、まず根っこの様子を見たくて、やったりもします。ただね、まあ、根腐れをしてしまった植物に関してはやはりそうやって急にまた水のところにやってると、まあ、余計悪化してしまうと思うんですけど、まあ、我が家ではねでもそういった調子悪くなっても、まあ、土から出して、まあ、1日ちょっと乾燥させてから、まあ、こういう水耕栽培をしたりとかってしてるんですけど、まあ、そういった感じで特に多肉植物とかは、こういったね水耕栽培とかで、いろいろなね様子を見ることができます。まあね、このカステル苗も最終的に今ね、水耕栽培をし始めてもう1週間経ちました。もうなので葉っぱとかはね、だいぶ潤ってきてるんですけど、やはりちょっとね、今室内管理をしてるっていうのもあってちょっとね、まあ徒長とまでは言わないんですけど光が足りなくて葉っぱがね縦になってきました、まあ、っていう感じでやっぱりねいろいろとこういった植物を育てて特にこういった水耕栽培とかして室内で育てたりするとねいろいろな発見があるし、こういったね梅雨の時期っていうのもまあねいろいろとこう外の管理だけだと難しいっていうところもあると思います。ベランダに置いておくと、もう特に水に雨に当たってしまって、ちょっとそのね、梅雨の時期だけ室内とか、もっとね、室内のそういった屋根のあるところとか、まあそういったところで皆さん対策したりとかしてると思いますけど、やはりね、こういった時期っていうのは、そういったね、徒長とか、そういったね、根腐れとかの心配もあると思うので、こういったね、まあ、いろいろこう、ね、水耕栽培とかで、ね、根っこの様子を見たり植物の様子を見てみたりとか、まあね、太陽が足りなければ少し、窓辺の近くに置くとか、まあ、そういった感じでねこう梅雨の時期でもいろいろとね神経働くところはあるんですけど、まあね、いろいろと、こう今できることというかこの梅雨の時期だからこそこう室内管理をしている時とかに、ね、こう水耕栽培をしてみたりとか、僕みたいにこういったちょっとね調子の悪い多肉植物を、ね、水耕栽培にしてみてちょっとねこの様子を見てみたりとか葉っぱの様子がどうなるのかとか、ね、太陽が足りなければちょっとやっぱ別の窓辺のところに起ころうとか、まあ、そういったところにねいろいろな発見もあるし、やはりねこうこの時期っていうのは一番やっぱ根腐れが心配だと思うんですよね。まあ、日本は特に湿度が高いのでこういった多肉植物とか開墾植物、ね、乾燥している地域の植物っていうのは特に日本この梅雨の時期っていうのはね一番ダメージが大きいので、まあ、こういったところはねもう僕は本当にもう無理をしないというかもうね梅雨の時期は本当にね、冬の冬越しと一緒でもう水やりも僕はほとんどね、極力減らしています。まあ、極力減らしているっていうのは、そのね僕の場合は水のねやりの量を減らしたりとかもしています。まあ、なので、ね、春の時期、ね、4月からこの5月までの間は結構ね、5日から7日に上げてたのをちょっとね1週間経って、完全に土が乾いてから3日経ってから上げるとか、まあ、そういった感じでね水やりのペースを減らしたりとか単純に水の量を減らしたりとか、まあ、そういった感じでね梅雨の時期でもいろいろとね、こういった植物を育てるのってすごく勉強にもなったりすると思います。まあ、今回ね、こういった感じで、この水耕栽培の発根ですよ、発根。まあ、ワク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 発根してるよっていうことをお伝えしたかったんですけど、皆さんもね、ぜひね、今この時期本当に発根、開始したら、もう2、3日後に成果が現れるので、ね、ぜひやってみてください。発根方法とかは、本当にね、もう今 YouTube があるので、YouTube とかでいろいろなね、チャンネルとかを見て、その中で、皆さんのね、この発根も、まあ、皆さんの住んでいる環境とか、そういうので合うものがあると思うんですよね。一概に僕がね、こういった環境で発根してくださいと言っても、同じようにやってもね、やっぱり環境が違うと発根ってそれぞれ違うと思うんですよね。まあ、なので、いろいろとこういった水耕での発根とか、水苔での発根とか、土をの中でのね、鉢栽培の中での発根とか、まあ、いろいろな方法があるので、それはね、皆さんの中での、環境の合ったスタイルを、探せばいいのかなと思います。なんで、まあ、今回ちょっとね、こういった、まあ、雑談みたいな感じになってしまいましたが、皆さんはね、ぜひ、この時期ね、まだまだ真夏になるまでに、このね、発根したい植物とかね、
いっぱいあると思うので、ぜひね、いろいろな発根、特にこの梅雨の時期は、室内でのね、ボタニカルライフが増えてると皆さん思うので、ぜひねこの発根を楽しんでみてください。はい、まあ、今回ねちょっと雑談トークとなりましたが、いかがだったでしょうか。それではね、またこのチャンネル動画良かったなと思った方はグッドボタン、そしてねチャンネル登録の方お願いいたします。それではね、またお会いしましょう。